イシダイをさばいて刺身にしていきます。まず鱗取りで鱗を取っていきます。鱗取りでは取りきれなかった細かい鱗は包丁を使って取っていきます。鱗を取り終えたら、エラと内臓を取っていきます。今回のイシダイはメスで、まだ小さいですが卵巣がありました。そして肝を使っていきます。胃袋を剥いていきます。こちら殻のようです。匂いもないのでこちらも使っていこうと思います。血合いをきれいに洗ったら頭を落としていきます。頭は煮付けにするのでかごと割りしていきます。頭を落とし終えたら、水分を拭き取ってから三枚おろしにしていきます。
骨も使うのでぶつ切りにしておきます。3枚におろし終えたら腹骨をすいていきます。腹骨をすいたら血合い骨を取っていきます。これで骨のない柵の状態になりました。残ったあれはこちらです。こちらも無駄になりません。臭みを取るために塩を振っておきます。こちらは後で霜降りをしていきます。アラの下処理をしている間に身の水分を除いていきます。キッチンペーパーに包んで水分を抜いていきます。この状態で冷蔵庫に入れておきます。それではアラに沸騰したお湯をかけて霜降りしていきます。さっと色が白くなったら取り出します。ステーキナイフなどを使い流水できれいにしていきます。残っているぬめりや血合い、鱗などを取ってください。こうすることでアラも美味しく食べられます。アラの下処理を終えた状態です。ここまですればどんな料理にしても美味しくいただけます。臭みもありません。それでは切って盛り付けていきます。こちらには縁側がついています。これを剥がします。これも食べられます。
はい、これでイシダイの刺身の完成です。それでは完成したイシダイの刺身、ハラニをいただいてみたいと思います。